はい、皆様こんにちは。岩手盛岡の前田畳店です。といったわけでね、今日はね、GU さんのですね、オックスフォードリラックスシャツ1990円を紹介したいなと思います。まず最初にね、はじめに、このチャンネルは40代、50代の男性でも着られる、ユニクロ GU、ごめんなさいね、H&M などプチプラファストファッションを紹介しております。同年代の男性や旦那様に購入される奥様の参考になれば幸いです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。といったわけでね。はい、といったわけでね、よろしくお願いいたします。買ってきました。GU さんのオックスフォードリラックスシャツですね。ストライプ SW と書いております。長袖ですね。はい、これ、この前、1ヶ月ぐらい前かなに発売になったばっかりですね。色はこの、ちょっと色味わからないかもしれないんですけど、これスカイブルーです。はい、スカイブルーとワインがありました。で、僕個人的には、こちらをおすすめします。断然、ブルーの方ですね。ブルーの方をおすすめいたします。もしね、旦那様に買ってあげるのにも、こちらの方がいいかなと思います。はい。もう分け隔てなく使えるのかなと思いますよ。僕は170センチの65キロで、XL サイズを購入してきました。で、これ40代、50代でも着れますが、少しね、まず最初に。紹介します。これボタンダウンなので、ちょっとカジュアル寄りなんですよね。カジュアル寄りというかもうカジュアルなので、スラックスなんかに合わせるのに休日のスラックス、下はね、下スラックスで、上はこういう感じで、ちょっとバサッと羽織るような感じでいいのかなと思います。これにジーンズ合わせちゃうと、ちょっとカジュアルになってしまうので、大人の男性であればね、ちょっとあれかなと思いますね。ちょっと幼く見えてしまうというか、ダメージジーンズ、これにダメージジーンズとか、40代、50代、かなり着こなし難しいですのでね、スラックスを履いたり、きれいめの、セルビッチとかのきれいめの、ジーンズであればいいかなと思いますよ。もし、デニムであればね。はい。まあ、そういった感じで、もう、そんなことまでちょっと喋ってしまいましたけど、先にちょっと喋んなきゃいけないことがあった。綿なんですよね。コットンの100の、オックスフォードなので、これちょっとシワ目立ってますが、洗ってアイロンかければ、シワは目立たないですね。うん。目立たないと思います。はい。で、これちょっと話に聞いたんですけど、ラルフローレンの2万円ぐらいのシャツと、ほぼ同じ、なんか似てると、相当似てるという噂ですね。はい。これいくらですか ?2000 円ですよ。10分の1で、これが買えるというね。非常に素晴らしい。で、僕ね、ちょっと実際1回着てみたんですが、非常にいいです。本当に、うん。おすすめなのでね、ぜひ、買ってみてください。じゃあちょっと、シルエット等を紹介しようかな。リラックスシャツというだけあってね、ちょっとこの辺、リラックス、ゆとりがある感じですね。タックイン、ズボンに入れて使うよりもタックアウトで使った方がいいかなと思いますよ。でも、ほら、見ればわかるんですけど、アームホール少し広いんですよね。うん、広い。これでもう26センチぐらいあるんで、うん。少しゆったりめな感じですね。うん。で、ちょっと僕いいなと思ったのが、ちょっとここの細かいね、この、ほら、こういうふうになってるんですよね。ここがすごくいいなって思ったのと、あとはここ、後ろのタックついてるところのこれですね。これで一手間かかってるんですよね。うん。GU さんにしては珍しい。大体 GU さん手抜いてるんですけどもね、すいません。本当に。手抜いてるのに、こういうところはちょっといいな、おっと思いましたよ。本当に。で、ちょっと後ろも紹介しようかな。で、ちゃんとヨークもついておりますね、ここ。うん。非常にいいですよ。はい。しっかりした作りという証明ですね。はい。で、ここのね、脇もスリット、ちょっとしたカーブでスリット。うん、こういう感じになっております。あと紹介することはないかな。うん、ないのでね、じゃあ早速着て、ちょっと見せたいなと思います。はい、といったわけでね、着てみましたよ。ちょっとね、マイクがここにあるんですが、ちょっとご容赦お願いします。まあ、ちょっと一回転してみます。まあ、こういった感じ。
こういった感じですね。はい、袖口、まあちょっとルーズっぽくやるのもいいですが、ちょっと大人な男性であれば、まあここボタン止めてあげるのがいいかなと思いますね。うん、あのオックスフォードなのでね、非常に生地がなんていうんですかね、優しい。これから秋にかけてですね、ちょっと暑くなったり寒くなったりするので、あのちょっと羽織にもいいですよね、羽織るのに。中はね、これプラス J のスーピマコットンだったかな。ちょっと今これちょっとね首がよれてて、もうねこれインナーにしてるんですよ。インナーにしてこの上から、T シャツ着てます。はい、こういう感じ。袖を絞るとこういう感じですね。はい、タックインよりやっぱタックアウトですね。 XL、 僕ね170センチの65キロで、 XL、 もうちょっと大きい方でも、XL で大丈夫かな。 XXL だとちょっと大きいかもしれない、さすがに。うん、ちょっと大人な男性にはこのぐらい。僕、あんまり大きすぎるとね、ちょっとだらしない印象になるかもしれないので、ご注意くださいませ。かといってね、ちょっとサイズ下げちゃうとこれもこれでね、なんかちょっとあれって思っちゃいますね。これだとこのぐらいでよかった。うん、 XL でいい。でちょっと見せます、こういう感じ、ほらかわいい。うん、すごいかわいい。じゃあちょっと袖口まくってみますか。これボタン一つだけ外して、あの2つ外してここまでやるよりも1つ外してこのぐらいですね秋は。で手首に、時計なんかつけて、こういう時計なんかつけてやったらいいんじゃないですか。ほらかっこいいでしょ。まあまあ自分で言うのもあれですけども、うん、いいんじゃないでしょうか。だんだん、こういう色よりも白の方が良かったかな。あ、こういった感じですね。アームホールはこういった感じ、こういうふうに広げた感じのあれもいいですね、非常に。僕この前、もう一つ紹介しましたよね、 GU のやつ、あれよりはいいような気がします。もし買うのであればね、旦那さんに買ってあげるのであれば、まあ大体 XL で大体男性は大丈夫かなと思います。よっぽど大きい人とかね、小柄な方とかでない限りは XL 買ってあげてね、そのまま2000円で、買ってあげたらいいですよ。買ってきて本当にいちいち試着しなくても大丈夫だと思います。ほら、ね、かわいい。しかもアイロンほぼね、シワにならない。ならないと言ってもね、かけやすいんですよね。かけた方はわかるかなと思いますけども、この素材オックスフォードはかけやすい、本当にかけやすい。あ、ちょっとね、これこの前紹介したスリーウェイバッグ、まあこういった感じですね。ほら、何かアイテム使うと非常に違いますよね。これ一つだけで全然違う、印象になる。で、こちらもユニクロのバッグで、まあこういった感じでいいでしょう。ほら、で僕のメインチャンネルの方で紹介しております、畳ベリーバッグなんかで、これこういうのを使って、これはちょっ と、これ白 T にこの中に差し込んで、その上から羽織ってちょっとチラ見せするみたいな。ちょっとこれ黒と黒でちょっとあれなんで目立たないんで、そういう着方がいいかなと思います。こういう小物を使ってあげると本当に非常にいいですよね。といったわけでね、メインチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか。これはまあまあいいですよ、本当に着心地がいい。もうこのままずっと着ていたい感じのシャツ、第2弾ぐらいな感じですね。この前は GU のやつも良かった。 GU のシャツ、結構いいのが出てるな。まあユニクロで買ってないっていうのもありますけども、GU のシャツぜひ、これ2000円なのでね、仮に失敗した、汚しちゃったみたいな感じでも全然いいかなと思います本当に。はい、といったわけでね、この動画が良かったらいいね、チャンネル登録、コメントなどあると嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。皆様素敵な一日を。